はい、では行きましょう。大問一ですね。伝来した仏教、仏教ね、うわ、決めてんのやろ。決めての16。こんなん聞いてくるんですね、もうなんか。はい、次。当初、需要に反対、反対したね。ああ。ちゅうことは、物述べやろ。ある、ほら、物述べ。62。で、これに対し、推進派が、ね、蘇我と、ね、聖徳太子ですから、蘇我あった、はい、40。楽勝。まあ、蘇我の、何ですか、蘇我と物述べ、フルネームで。黒本10ページですね。バトタンは、この、蘇我の馬子と物述べの森屋。まあ、親父の代からも揉めてますからね。一応そういうことね。10ページ。書けるように。フルで書けるように。OK。はい、次。宇治寺も建立した、旗宇治。いや、広隆寺やる、旗宇治。ここ、広隆寺。書きくけ、広隆寺。はい。26。26。繁華修理像用の弥勒菩薩があるのが広隆寺20ページ、ね、はい、広隆寺、はい、旗宇治の宇治寺、もともとは柚月の君ですからね。あ、弓月君 OK、 はい、楽勝。次行こう。白鸚文化で、うん、はいはいはい、天武天の薬師寺はもう薬師寺あった。65、終わり。薬師寺等々フェノロサがね、凍れる音楽やつって。65。もう見ません。はい、次行こう。平城京遷都、元明天皇やもん、元明天皇。女帝、元明女帝。元明女帝あった。22。はい。楽勝。まあ、ちょっとだけ。元明女帝なんだけど、何気にそう、はい。文武天皇から次、母ちゃん上位するという。ああ。ね、そこからまた娘に上位するという。すごい、ここ。皇位の継承ですよ、本当。言ったね、大津ですよ、この草壁と、ね、ちょっと残念な草壁と優秀な大津のバトルね、後見人の差が出て、草壁勝利するということ、OK、うん、よし、はい、仏教でこう来て、これ全部後でやりましょうか。で、次、義円、細かいな、義円、聞かれたことあるんですよね、まあまあいいや。で、行基で、ほら、聖武天皇が、信任した、ね、可愛かったのは、行基と、ね、大僧正でしょ、大仏造流で。で、やっぱあれでしょ、玄宝や。玄宝。玄宝あった、はい、やっぱあった、21。玄宝。ね。で、廃校を来て、その娘、後見女帝、後の聖徳女帝ね、調査しますから、道教ですよ、次は。でこれね、やけ、行基も玄宝も道教もですよ、全員、ね、何しようかと言いますと、どこに書いたかな、ね、まあこれ道教のと書いてますけど、全員発想ですから、いい、行基もね、玄宝も道教も、道教湯気ですからね、もともと湯気一族、これ辿っていったらこう物の辺に行き着きますから、ということで、はい、発想衆、なんと六種の中でも発想衆60、はい、大仏は華厳衆ですからね、60、65か、違う、60ですね、60で、長宗後は印刷した100万と、100万でほらピンときてほしいですね、文化です、奈良の文化、100万頭だらに、これ。だらにち、お経。まあ、これを、ね、恵美の推し活の欄でたくさん人が亡くなって、怨霊になったらやばいでしょ。供養したんですよ。で、これ書いたら時間かかるけん、印刷していたと。ね、活字で。100万頭だらにと。だらにやけん、だらにこれですよ。お経のことなんですね。だらに経、43。はい。100万頭だらに。43。はい。次、21。興福寺八白像や、法華堂。これ、法学部で出たよね。ね、官室像でしょ。これがほら、21。福建尺。官室像、官室像。
阿修羅像、鑑真像、腹腔鏡これだ。だから、はい、あった、腹腔鏡52、楽勝。はい、次行こう。で、正倉院ね、あぜくら作り。うん。東大寺ですからね、正倉院、大丈夫ね。唐の影響、しっこへ、あ、白瑠璃湾ですね、これは、しっこへって貼るの、ほら、なんちゅう、水差し、あの、麦茶入れ、麦茶入れ。あ、どこの影響か。うん、あのシルクロードですからね。はでパッと見て、やっぱ横文字、目に入りません、これ。ね、中央アジアですよ、ペルシア、ペルシア。ね、これよ、53。53。ね、唐の影響もあるけど、さらにこのね、なんだ、西の、ね、ペルシャの影響も見られると。シルクロードの終着点ですからね。いい、そこまで難しくないですよ、ここまで。そこまで難しくない。はい、行こう。次、南都六州ですか。ああ、最長ね、最長で、はい。南都とバトルわけですね。ああ、ね。そこで表したのが、最長空海は、もう必ず著作、ね、このレベルなら、はい、まず、空海。風神城、文教、皮膚論、三号地域。空海ね。で最長は、この、ね、見解論。三下学章式。絶対いりますよ。いりますよ。いいですか。今聞かれたのは、何度とバトったのは、これ、見解論ですから。見解、あった、はい、見解論。19。はい。次。中心仏。密教。密教の時代になった。中心の仏。ちょっと細かいけどね、これ、21ページ。これですよ。大日如来。宇宙の中心による、ね、ありがたい仏様。大日如来。あの極楽連れてくれてくるのは阿弥陀如来、ね、宇宙の中心密教は大日如来、あ、後にアマテラスとイコールになりますからね、神仏集合で42、ね、はい、で、はい、これか、記述マンダラ金剛界と ね2つの世界なんですよ。僕も表を詳しくわからないけど、金剛界と金剛というのは、ね、金剛力士でしょ、ね、これ金剛というのは要するに知恵、こっちはね、あ、優しさ、これね、体蔵界って言うんですよ。まあ、これ出てこなかったら知らないね、これは難しい。僕は知ってますから、金剛、体蔵、2つの世界。あ、中央道で、まあ、こう頭に取ってください。マンダラいい、マンチャラじゃないですからね。はい。中央道で、まあ、ここは体蔵界、体蔵界難しいね、一番ね。わからんかったら解けへんと。はい、以後。空也などにより、空也広めたのは浄土教ですから、あ、これ、あっという間に浄土宗あるけど気をつけてね、浄土教ですよ、はい、35、末法思想からの浄土教35、原神は往生要集も、真剣模試や、こんな、定期テストレベルや、こんな、往生要集、おだから、はい、13、で、次が、建築ですか。浄土教は建築にも影響を与えた。はい、そうですか。阿弥陀と道長、いや、北条寺やろう、道長、北条寺やろう、もう54。で、仏像制作、仏師。まあ、ここで仏師だったら、やっぱね、阿弥陀如来の情緒はありますか、情緒。34。はいはい、34。楽勝ですよ、楽勝。はい、B 来た。あ、よく出るね。あ、さっきマンダラやったやろ、マンダラ。よく、あの、共通テストでも出ますけど、ね。これと、仏がウェルカム迎えに来てくれている、雷合図。よく出るパターン。よく出るパターン。ね、最近はこれに比べて、あの、過去現在へ因果教ですよ。天平の過去現在へ因果教。ね。それを抑えたいですね。ちゅうことで、あ、俺書いてないか。まあまあいいや。過去現在へ。見たことあるか。絵巻の元と言われる。過去現在へ。因果教と。因果応報の因果教。ね。だけ、マンダラ、雷合図。過去現在へ因果教。で、絵巻物になっていくと。そういう流れですね。はい、C 行こうか。神は仏の代わりの姿。これ説明。かけこっち聞かれる可能性ありますよ、十分敬語やったら。
なんじゃない単純な、ね、論述ですけど、神は仏の代わりの姿ってことは、本体は、ね、仏なんやろってことは、要するに仏の方が上やと、これですよ、上、偉い、偉い、偉い、これを本に推測説。だってほら、極楽ブームですよ、末法思想からの、ね。極楽連れて行ってくれるのは、阿弥陀如来ですから、ね、それは仏の方がご利益があるわけよ。ね、本理推測説、でさらに、山岳信教、ね、修験道、修験道、修験道、あった破落書32と、ね、一応、ね、文化ね、全部何、浄土教シリーズ、ここですよ、墓落書、あで本理推測説ね、ここら、こういうことでしょ、仏は、神は仏の仮の姿と、ああちょこですよ。あとはいいですね。修験道、修験道一個前やね。修験道、はい。山岳信仰、縁のおずぬ中、まあそういう業者というかね、仙人みたいな人ですよ。無老寺女人公や。オッケー。21ページね。よし。では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 説問。カラシは埋めましたから次過去に行きましょう。あ。あに入るのは仏教で国守る鎮護国家や、まあ単純、めっちゃ単純やけど鎮護国家説明性もありえますよ。仏教で国守る、だから国分寺、国分寺作って大仏作ったわけですよ。道教の行為、主任告げる選択、ほら宇佐八幡信託事件ですよ。宇佐八幡、宇佐八幡、時数制限ないからね。まあ、宇佐八幡宮、宇佐八幡神社でも多分罰ならんと思いますよ。まあまあ宇佐八幡でも罰ならんと思いますけど ね。だけど宇佐八幡信託事件ですよ。ううの行為、うわーこれ書かせるんですね。密教の儀式ですよ。あのごま炊いてはっちゃけはっちゃけはっちゃけみたいな感じで、うわー、あーこれ書かすか。いやまあ家事はいいんですよ。火事、祈祷、塔がめっちゃ難しい。書かすんですね、慶応。こういうね、示線ね。でこうして、こう、で、こう。で、もう一本入れて、こう。これ、祈祷。火事、祈祷、書かす。昔、副題書かした記憶ありますけどね。書かすんやな、慶応。火事、祈祷、21ページ。密教のキーワード、火事、祈祷。ちょっと待って。ここ、これ、ほら、わかる？これ、祈祷。いやー、はい、マルケですね、これ、カジキ祷ね。マルケ。こう、普通、祈祷書かせないけどね。略字書いたら多分、×になるんですよ。うん、これで覚えなダメですよ、やっぱ。はい。つうことで。最後、遠鎮を外する。兄さん、鎮定ですから、鎮定、自問派、自問、楽勝。ね、ちことは寺やから山じゃないから降りた。御成寺ね、三井寺。寄付道、寄付道。寄付道。寄付道ですよ。あはい、じゃああと選択肢軽く見ようか。エジ、これ聖徳太子の師匠ですから。聖徳太子の師匠。高クリスト。御名堂。いいね。本名五行。五行。木下土金水。ね。木、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 で、木か、土、土、で、金、水と。ケゴンやけ、そういうこと。大仏。あ、高尚ね。ほら、空野像の六原蜜寺、六原蜜寺の空野像は、その、上長の系統なんですよ。これ、高尚、高尚、これ、六原蜜寺ね、高尚。はいはい。項目点はしてんのや。階段員のね。コセノカナオカ、ああ、ほら、ほんまかいね、ヤマト絵、コセノカナオカ、絵師です、絵師。あ、次にあるんで、これ、巻絵と螺鈿、いいですね。いい、漆で金箔貼ったら巻絵、貝使ったら螺鈿、螺鈿がまたいやらしいですね、字が、字が、OK、巻絵と螺鈿押さえておきましょう。だけまあ、あの、尾形氷のね、八つ橋巻絵、螺鈿、数字箱を覚えとったら、両方対応できるね。そういうこと、はい、あとは、御霊信仰ね、御霊信仰ですよ。
三家学書式はやけ、ね、最澄の、まあね、導入書みたいな感じだね、密教の。これはいい。はいはいはい。神護寺は和家ですよ、和家。はい、あとはまあいいですね、般若心経。いかん、ここ間違っとうわ、失礼。こっちが26、これずれちゃうんですよね、時々。あ、ここ申し訳ない。これが26や、旗氏だけ。なんかおかしいと思った。法隆寺、近藤、釈迦三尊、これがどこの影響か、まあ、大陸の影響を受けるんだけど、これがね、もう最近こっちで聞かれるんですよ。黒本はね、釈迦三尊の蔵造りの鳥は南北朝って書いてあるんですよ。南北朝の中でもこれ南北朝ないんですよ。どうするか。北儀なんですよ、北儀。ああ答え、これ、北儀。55。失礼、55。これも北儀って書いておいてください、北儀。これで聞かれるね。立命館もそれで聞いてきたんですよ、北儀で。ああ南北朝じゃダメや。北儀で覚えとった方がいいですね。はい。ちゅうことで、OK ね。で、こう来て、あとは、僕はね、真っ赤族ですからね。ゆいま。ホッケ、ゆいま。あと、ショーマンないか。ショーマンない。五国三部教、ね、当時流行った三つのお経、法華、ゆ、ああ失礼、違う、五国三部教ね、法華、ゆ、今、正満は三教の義手、失礼、こんがらがった、三教の義手、これ、ね、で、五国三部教が法華と金剛明最小お経と忍能経、いいですか、ちょこと、はい、よし、では大門一終わります、はい、はい、次大門に行きましょう、はい、武家社会からですか、うん、武士とは9世紀末から頻発した紛争を鎮圧するため任じられたちことやね、うん、役職やね、役職、はい、何が入るか、ね、武士は治安維持ですから、治安維持、そう、ここでね、この横領士なんですよ、追武士じゃないやろ、追武士は横領士は大体瀬戸ですから、つやろ、立ちつ、つないね、もうなかったらもう横領士しかないよ、15、横領士どっちやったっけ、藤原の秀佐とか小野の義古か、ね、正門住友のとこよ、15ページね、はい、いいですか、今の親権どっちやったっけ、横領士は尾がつくけど、はい、小野の義古じゃなくて藤原の秀佐の方ですね、小野の義古は追武士、あ、ちゅうこと、これが武士の元です、治安維持、ね、15ページ、はい、次、武士3代目秀平、奥州藤原氏、まあ、中尊寺金色堂は清平ですからね、ああここでねこの秀平が作ったやつか、これ書いてない、ね、はい、23ページね、まあ、中尊寺金色堂を書いとって元平毛通寺、はい、これも出る、でこれ秀平は何かっていうと、あ、毛通寺当てるまであるね、ちゃう、これは元平、ね、秀平はこの無料コインなんですよ、これ当てる前に、ね、なんか微妙に似とるけど無料コイン、これ61、あ、細かい、これは細かい、まあ、書いておいてもいいかもしれないね、秀平無料コインって、次行こう、武者のようになった武者の、抜かれることありますからね、ね、方言の乱以降はもう武者のようですよ、武士の世が来た、持ち人、領事ね、後醍醐天皇はね、臨時ですけども、はい、源平合戦1180スタートだから、はい、これがね、正門住友が、あるやん、ね、上平天行が正門住友やけん、こっちですね、自称寿永が源平合戦35、楽勝で、こう来て、はい、侍所支配基本です、公文所、あ、うん、公文所ベッド、あ、万所やろ、これ、触ってもみもみやから、侍所和田義盛の、ね、門中将三好康信やけん、残った大江の広元、大江の正房は御三条ですからね、遠久の荘園整理やから、はい、16、消えた。16、うん、はい、二元体制 A、いきましょう、朝廷監視、上級の乱後、朝廷監視、もう6から短大しかねえやろ、あ、楽勝、まあ、朝廷と西国の監視ね、はい、次行こう、上皇方から募集した書領に、はい、任ずる、ね、これ、新しく任したわけやから、シンポジトあった、38。38、ね、これに対して源平合戦の時は本保持党ですからね、源平合戦本保持党、
26ページ。あ、今、大江の広元が出て、はい、さらに、上級の乱からの新法寺と。新法立法は律ですからね。あね、で、その源平合戦の時に任命されたのは本法寺と。ということ。いい26ページね。で、と呼ばれる武家社会の慣習や道徳、なんか、この中で言ったらなんか、ね、これが道理を自演の愚観章ですよ。47道理。47。ほら、上映式目は、ね、27ページ。ね、これね、抜けたんです。頼朝以来の洗礼や、ね、武家社会の慣習、まあ、つまり道理、ね、みんなが納得すること、道理、これね、頼朝以来の洗礼ですから、ね、はい、で、河川も最後にやろう、B ですね、売り歩いた、これやっぱ、鮎がポイント、魚ですよ、魚やから、頭に籠乗せたまま、ね、35ページ、これや。カツラメ、カツラメ、カツラガイゲ、カツラメ、カツラメ。ね。薪とかこのね、燃料を売るのは大原目。まあ、大原目と思いますけど、大原目。ね。これは鮎、魚やけね。昔、副題は鮎を聞いてきたけどね。カツラ、女と書いてカツラメ。はい、次。氷菓子。ああ。氷菓子ね。あれ、有名よね。貼ってます。ゼニア、ゼニアの、これ有名ですね。29ページ。この絵は。これが何なのかって聞いてたんですよ。何なのかと。ね、これがね、この三の霊元気絵巻っていうの、三の霊元気。これ、29。これも知らんかったらできんね。春日権現元気は高階高根ですからね。これと、石山寺縁起はね、ここやね、30ページ。違う。ね、ここは、ね、三の霊元気。あ、この回答語、三の霊元気、ね、絵巻、ね、丸系、丸系、はい、出た。いや、これよう出ますね。これ、記号、かけとは見たことないけど、いや、見たことある。うん、初めてやない。いいですか。貸し上げの、ね、資料いい。ここで押さえる。はい、次行こう。文献だけの年か。人になし、人でなし、人になし、人になし、人になし。ね、から7年後がこれが次の公案ですから、こっちはね、文英はね、人になし12、そこから7年後が公案の、はい、次、なんでかこう来て、足立康盛が内管領の平頼綱に滅ぼされた、もう下月騒動やもう。定期テストでも中間テストレベルやんけ。はい、ごっつぁん。次、特性で出した、これ9代、定時やろ。北条定時。あった、はい、52、終わり。ね、これからもう7で売買禁止やと。まあ、1年後も撤回されますけど。御家人と非御家人、ああ、これね、御家人とそうじゃないってことよね。あの言葉、黒本書いてますけどね、なんだろう、これ、書けるよ、外はいいですよ、27ページね、これ、特性で、パンピーのこと、御家人じゃないパンピー、これ、ボンゲの輩の場合は20年関係なく全部戻ってくる、ボンゲの輩、でボンゲがあるんですよ、ここ57、あるんですよ、はい、57。57。はい、次、農業入った多収穫品種、ええやつが入ってきた、ね、唐から入ってきた、あ、まあ、唐じゃない、中国からね、入ってきた、これが唐がつく大唐米、29ページ、大唐米、これもよく出た、ね、あ、見たことあるでしょ、文字で一回は出とる、多分大唐米、大唐米は、だ、あった、42。はい、次ですね、早村では、室町入ったよ、早村ですね、自立、ね、自立して自治を行う、自衛、早村、うん、
村の指導者やから大人沙汰に。ああ、漢字で聞いてきたね。僕はひらがなで書いてますけどね。大人沙汰に。33ページ。まあこれ、総孫つながり、これどれ出てもおかしくない。たまたまこれが出た。まあ大人を漢字で書いたらこうなんですね。大人。ちょっとひねりが効いてますけど。まあまあなんじゃない。読めるでしょう。18。寄り合いとかね、そう起きてルール決めて、警察権、警察、はい、自家権だ、自家権だった、33、はい、33、こう起きて、こう起きて、血縁から地から土地つながりになると、大きくなるね、武士団がね、で、宗家を首長とする一族の結合体制、結合体制、武士社会の結合、ね、これがなんか、まあ、その当主ですよ。これが、はい、29、鎌倉のとこね、僧侶よ、これが、これが僧侶、ね、普通の武士団、ね、この党長は僧侶、これ、源平になったら棟梁になりますけどね、ああねだけど、なんだろう、例えば、藤原氏やったら宇治の長者、上皇やったら地天の君、ね、北条のトップ・オブ・ザ・トップは徳宗、そういうことですよ、ここは普通の武士団は僧侶だから、差し捨て僧。僧侶、僧侶、あった、僧侶制、40はここですね、40。まあ、これが、うん、解体されと、まあ、よく論じて出ますけどね、あやけ要するに、ね、一族でも、ね弟は南朝につき、兄貴は北朝につくとかって、こんなのが起こるんですよ。だから、長引いた、長引いた。中国と総領制の解体地、これも覚えとったらいい、論述の時はいいですか。で、はい、一気になる、一気に実力更新出る、まあ、平等示すと、あるいはリーダーが割れんようにすると、ねまあ、放射線があるから ね傘の開いた傘のように、そう、これはあの、まあ、江戸の一揆で書いてますけどね、もうこの時代からあるんですね。江戸の一揆は、はい、48ページ、ね、唐傘連番と、唐傘連番。はい、かある、はい、22。ね、はい、次こう来て、流通、室町、船舶の出入りに伴い、徴収された、港で徴収された、ね、はい、港で徴収、税や、これが釣料よ、46。まあ、赤線釣料と大体セットですけどね、46。ね、で日民貿易、あ、これ気をつけないといけんよ。10分の1だけ V 地点とちゃうちゃう、これ貿易ですから。貿易の利益に課せられた税金やから、V 地点ではない。これは中分線ですよ。中分線。気をつけよう。はい。見ようか、税金。32ページ。はい。何だっけ、釣りをね。はい、V 地点じゃなくて、これは中分線です。まあ、あと、お寺に課せられたね、これ、指導線っていうのがありますけどね。ああ一国平均約、意外と覚え悪いですから。総称ね、総称。いい。32ページ。よし。次、動線。ああ、初代皇帝が来とるね。ここやな。普通、永楽通報なんやけど、初代皇帝でしょ。明作ったの何やった何さん修験省でしょ、明作ったのは。修験省の称号っていうか、ね、皇帝名が、修験省、修験省、33、ね、これが皇部なんですよ、皇部帝、だから皇部通報と、ね、皇部通報、こっちなんですね、永楽通報じゃなくて、あと仙徳通報っていうのもありますけど、まあ、民選はこの3つ覚えたら完璧です ね初代明の建国したのは皇部帝やから、ここは皇部通報。ライト前消したね。鉱物を、かきくけ、これ、ね、永楽通報があるんですよ。これがあっという間ですね。開元通報はこれ何、まあ、後でやる、あ、まあ、先やっとく。これは和道開珎のモデルですから、唐のお金ですよ。はい、ここはこの、鉱物通報、修験省ですから。28。ね、で、こうエリゼニで、ああ、来た来た、東北地舟、来た来た来た来ましたよ。東北地舟、いやー、よく出るね、これ、ほら、ここ、33ページ。東北地舟、あんま聞いたことないでしょ。有名なのは天竜地舟と建長地舟ですけどね、元ですよ、派遣したのは。
派遣しておけど沈没したんですよ。深夜動きと深夜深夜これ深夜東福寺船深夜深夜これ37嬉しいですね。ドーンって感じよ。来たーって感じですよ。深夜東福寺船はい、終わった記号、記号全部終わりだね。さあじゃあ次5軍最後でいいか、先やっとくか。はい、行きますよ。これやったね、港湾の駅で、いい、そういうこと、横領者は消さないけどね。これもやった、春日五軍駅、高階高かね、海原通、今やった、課長前、課長前ね、課長前は、やけ、その、具体的ボーナス、上空の乱の具体的ボーナス、課長前、課長前、源平合戦兵糧名なんですよ、け、ボーナス、そう覚えてください、ボーナスの名前と。いい、はい。で、鑑賞、青木コインよ、これはいい。義民、これも聞かれるね。最初の一期を、ね、代表遅かったですから、ね、義民。江戸時代。唐笠連番、さっきあったでしょ、だけ見とこうか、ついでに。一期やから、はい。48ページね、さっき唐笠連番やったけど、はい、こう、義民ですよ。桜、宗五郎、貼り付け、モザイモン。ね。この辺、有名どころ。下草、高付けで押さえてください。義民。はい。実施ね、土地の、土地の賃料のこと、実施。地高五一、陽明学。いいですね。美醜海戦、これ、まあ、内海船の方が有名ですけども。武断主義、そう、ここから文治主義に変わる。江戸幕府、武断主義、ビシバシから文治主義変わる。まあ、さっさとね、金沢文庫。あといいですね。本法寺島、本法寺島から新法寺島。あ、毛越寺、これが元平ね。秀平は無料行為。OK。よりより軍政。若年寄よりいいですね、もういいや。はい。ということで、行こう。はい、設問、武官賞、次元。まずこれ、九条兼実の弟ですからね、はい、×ね。玉葉、九条兼実。役職出てくる、朝廷とこの幕府の、ね、パイプ役。29ページ、ね、九条兼実は、ね、こうですよ、偽装ですから、偽装。これ次元の兄貴ですから、罰、これ消しやすい。信号のトップ、ちゃうちゃう、天台雑ですから、これあ、ここよ、次元天台雑やから罰。ここが難しいっちゃんね、僕ちょっと悩んだんですよ。これは分からんかった、幹部というのは。ね。かもしれん、そうじゃないかもしれん。結構歴史上のこの、誰から誰までがよく出るね、慶応は。うん。で、これ、まあ、とりあえず2で勝負。うん、武家社会の歴史と、登場、武家政権の登場を歴史の必然と死と。まあ、朝廷との協調、まあ、つまり、ね、上級ならやめろと言ったんですよ、次元は。必然よね、これね。ここ。いい、これが道理なんですよ、これが道理、歴史の必然と、まあ、うん、必然やけ、まあこれ迷った人は、これ道理じゃないのかと、いや、やけ道理なんですよ、道理っていうのは必然なんですよ。これ勉強した人はここ迷うんですよ、道理だろうと、必然おかしいんじゃねえかと、うん、ね、だから、まあ、29の道理のとこにね、付け加えてもいいかもしれないね、歴史の必然のこと、いい、これ丸なんですよ。位置がここは分からんかったですね、スタート。これで僕は2絞りですよ、2絞り。答え2やった。で、調べたらこれ、ジムテのからでしたよ。ちょっとこれは分からん。これ2絞りやね、2絞り。歴史の必然が道理であると。道理とは歴史の必然のこと。ここでランニングしましょう。さあ次、3番。1180、これ源平合戦ここからスタートですからね。持ち人とね、の領事から。スタートやから26ページ、ここよ、ここ、結構盛りだくさんですよ、80。これね、この中で並び替え聞かれてもおかしくないですよ、慶応やったら。法学部とかでね。いい、持ち人の拠点から不穏になって福原遷都。で、これ、やぶへびよ、頼朝、全国にこう源氏討伐令が出まして、でも攻めてくるからしゃあないけん、石橋はやる気なかったけど、挙兵、当然失敗、失敗。ところが立て直したんですよ。で、
なんと富士山戦って勝っちゃったという、これすごい1年間ですよ、1年間、ね、やから、まあ、中華栗原峠、これ源義仲やからこれね、ああまあ八中じゃないよね、うん、まあ、ここで栗原を消してもいいかもしれない、まあ、僕はもう2位消しましたけど、でも一応80これ盛りだくさんやから抑え取った方がいいですよ、ね、はい、で4は全部入れましたね、全部入れた。次、ご成敗式目と同様に、お寺に出用いられた、あ、教科書、うん、いきなり戦国飛ぶね、戦国に。上映式目、すごい読みやすいんですよ。まあ、誰でも読めるように作ってますから、さすが安時ですよ。で、それ読みやすい意見、教科書で使われる、読み書き習うときのね、いい。でもう一個、はい、この往来も手紙使われたのが、定金往来。うん、まあ、誰の手紙か分からんけどね、まさか自分の手紙がね、教科書で使われようとか思い知ったらびっくりかもしれんけど、定金往来。教科書は上映式目か定金往来しかないから、これで定金往来書いて、ダメやったらしょうがないですよ。まあ、そこが難しくないですよ。さあ、ダイモニーラスト。エリゼニ、エリゼニ聞いてきた、エリゼニ。絵からね。エリゼニでやろ、エリゼニではエリゼニを禁止するんですよ。でエリゼニ地なんかってところは字、古い字やけど、これ、選ぶや、選ぶ。ね、直線集の線、選ぶってことでしょ。ああ、だから、まあ、黒本では、エリゼニは35ページ書いてますね。エリゼニ、あ、まあまあこれなんですよ。要するに民選両選選ぶと、うんうん、悪いのは市中選、悪いのより、お金を選ぶ、これがエリゼニです。でそれを禁止するのがエリゼニ でエリゼニではプラス、あと、まあもうしゃあないと、ね、もうこれあるならもう使おうと、あの市中選も交換比率さえちゃんとすれば OK と、ね、交換比率定める。答えはやけ、やけ、なんなん、その、ね、悪戦より、両戦、まあ、20字か、両戦を選ぶこと。これじゃないですか。悪戦より両戦を選ぶこと。2、4、6、ハート、まあ、11。もうちょっと加えたい。まあ、そしたら英楽通報などの両線を選ぶことって言えば、要するに選ぶことなんですよ。ちゅうこと、いいですか。あ、はい、じゃあ大門に、そんな感じですね。よし。はい、じゃあ大門さんですね、行きましょう。ちょっとね、夜になって暗くなったかもしれませんけど、大丈夫ですかね。行きましょう。はい、明治維新後ですね、アメリカのこの大陸横断鉄道、これ迷いましたね。ああね、大体やけ、まあ、49ers と49でしょ、ね、これゴールドラッシュですからね、これね、1849年、ね、このアメフトのチームありますからね、49ers が。やけ、まあ、これでこの辺なんですよね、こ迷ったですね。ああ、まあ、ちょっと70は行き過ぎやろうと思う、ね、この辺なんですよ。49やからね、もう最後迷って11、もうこれ勘ですよ、勘。答え13やった。あー、分からん、これ分からん、間違えました、13。しょうがない、しょうがない。で次、これ開通でしょ、で交通短縮、うん、これでやっぱね、運が、推測してほしい、運が。でこれ選択肢見たらね、運がって言ったらスエズ運河かパナマ運河ですよ。あー、でこれアメリカですから、南米、ね、北米南米やったらパナマと行きたいところやけど、これパナマね、20世紀なんですよ。パナマ20世紀ちゅうことは、これパナマやっぱ消さないといけないんですよ。パナマ運河20世紀ちゅうことは、こう必然ともスエズ運河しかないと、ね、ちゅうことですね。パナマ運河は20世紀、ね、スエズ運河はこの19世紀、ね、ちゅうことはこう39があるんですね。39、いや、このね、そっぱの2つこれ難しいと思いますよ。これ難しい、僕もこっち間違えましたからね、正直に言いますけど。ということ。はい。行きましょう。で、三菱来た、岩崎弥太郎。三菱会社に対抗して、はい、対抗して、で、さらにそれが合併して、海運。明治の海運。これがね、
黒本で言ったらこの67ページですね。67ページね。ここなんですよ。まあ、企業母校からの松方デフレの企業母校からの三菱と三井の、ね、三菱と三井家の共同運輸のバトル。三菱が儲けすぎだっつって三井家共同運輸、渋沢もこっちにあの、ね、を支援するんですよ。あんまり儲けすぎ良くないっつってで、まあ、こうやってお互い価格競争で、ね、疲弊してくるならもう合併させようという流れになる。日本優先会社ということで、まあ、三菱から言えば、ね、まあ、ちょっと取られた感じですけども、ね、利益独占奪われた感じやけどね。ああこれ共同運輸、これが聞かれた。これよく聞かれるよ、よく聞かれるやけ、三菱に対抗の対抗馬やから共同運輸やけ、木ある共同運輸、これですよ、24で最終的に合併して日本優先会社、これは出てほしいですね。61はい、ちゅうことで、この日本優先会社はね、ああこれからもね、富国強兵、食産工業ですからね、航路開設、うん、まあこの年がうち思うけどね、ここ見たらほら、まずやっぱインドなんですよ、綿花輸入するためにね。でそれを今度輸出するために北米、キート輸出するため、ここなんですね。ああ北米ある、北米、まあ、アメリカ、まあ、アメリカあるか、アメリカ航路ね。まあでもここは、うん、迷うかもしれませんね、勉強した人は。インドですね、インド、まあボンベイ航路とも言うけどインド航路ですよ。あ18ね、18、いやこれもちょっと難しいかもしれない、まあ、都市で限定するしかない。うーん、まあやっぱまだ19世紀やけね。ああどうでしょう、まあ、93で限定するしかねえのか。僕はまあ多分インドだろうと思ってもこれにしましたけどね。まあ実は合っとったけど、はい、まあ、ちゅうことここですね、67ページのここで、これがね、次なんだけど、政府がまあ保護するとね。あで交付されとる、ここなんですよ、あの法律よ、あの法律2つ、造船奨励と公開奨励ね。ああでこれ、まあ、見たら、ね、ここに公開奨励があるね。で造船奨励があったらこれめちゃ難しいけど、指しすせそうやろ、造船奨励はないんですよ。ちゅうことはもうこれは これなんだけどね、公開奨励ノットないけどこれしかない。27と、いい、でこれがね19年やろ、19年度で、これの次の年が今度逆のね、造船奨励出してきたんですよ。やけばやっぱ過去問大事ですね、過去問大事ですよ。これと反対側を次の年が出してきた、ちゅうことで、はい、行きましょう。次、関連事業払い下げは、このルールね、最初元取ろうとしてね、ハードル高かったんですよ、なかなか払い下げ進まんと。そこで松方正義が撤廃した、67撤廃した。これ定めたのはね、これさっきのこのね、大倉卿、大隈重信、うん、進まんかった。やから次の松方正義が撤廃した、ね。もう維持費かかるからね、ちょっと安くてもいいけど、とにかく全部売ってしまえということで。ここは A は工場払い下げ倍速。払い下げ倍速。はい、OK。次行こう。払い下げやね、こう全部ね。川崎に払い下げられた。川崎正造。これ聞かれたよ、ほら。ここよ。兵庫造船。兵庫造船。兵庫造船、丸系じゃないですか。兵庫造船、兵庫造船。兵庫造船。64。ね。次。これは ?91 は。ああ、貿易金融ですから、もうこの、文言でフレーズで、あ、横浜証券と、横浜証券、ね、ただこれなんか変な日本語なんですよ。だけど開業、営業開始した91は、ね、条例に基づく93に改められた、うん、ね、だけどまあおそらく横浜証券がどっちかには絶対入る。あった、これ横浜証券75ね。うーん、これちょっと考えましたね。ちょことはまあ、だけど特殊銀行なんやけど、まあ、開業を開始したちゃあるけん、まあ、こっちがやっぱ横浜証券だろうと、ね、
じゃあ条例に基づいて、まあこれで改められたね、改められた。まあそこでやけ特殊銀行になったんじゃなかろうかと、ああこれ考えましたね。やけ特殊銀行あるんですよ。答え52がこっちに入ると。この特殊銀行を こういう使い方するんかって感じで、ちょこですね。まあ特殊銀行出るのがだけこの横浜証券貿易キーワード ね、ね。でこのね日本工業銀行はね産業資本で、ね、345って感じで覚えてください。345いい。そうじゃなかったら日本官業銀行いい。産業資本で、ね、345って感じいい。はい。ね特殊銀行。普通の銀行は普通銀行ですね。日本銀行は中央銀行ですからね。一応そういうこと。はい、次、家族中心ね、日本鉄道会社、鉄道ブームが生まれる。ね、で、72年ね、新橋横浜からの鉄道ブームで、これがまあ次第やね、やっぱり慶応ですよ。労働組合。ね、これ日本鉄道ね、共生会中ですよ。歯の共生じゃあるでしょ。共生会、鉄道の労働組合。我々押さえないけんのは日本初、ね、これが高野久太郎の、労働組合規制会、これ97なんですけども、ね、ここに、ね、鉄道でこの鉄道日本鉄道共生会、これ入れた方がいいですね。中古と、いやこれちょっと難しいと思う、はい、ちゃんと、ね、細かくやってないとここは出てこないんですよ。で鉄道関係で、まあ、次は鉄道国有法やから、次は第1次西園寺、西園寺41、これは楽勝、41やからこれが41いいね、はい。まあ、あと鉄道敷設法というのもありますけど、まあ、これは今日はいいや。満鉄ですね。満鉄本社は関東都督府は両順、満鉄は大連ですからね。で、沿線の炭鉱経営も当たって、はい、目標に技術、来た、八幡製鉄所。ほら、なんか同じようなこと聞いてくる ね、ね。この前の年が、この次の年が、筑豊炭鉱聞いていたの、これで。で今度はどこの技術かやから、八幡製鉄所、ね。我らが八幡製鉄所は、ドイツですよ、ドイツ。で、次の年、これ聞くた。やっぱり過去問大事ね、何度も言うけど。やけ、ドイツドイツ、ドイツ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 48、9748で中国の、ダイヤ関屋標本数のダイヤの鉄鉱石なんやけど、いやこれどこの商家仕事かやけ、まあ内陸ですよ。これは難しいね。答えね、これ湖北省なんですよ。ここから進化革命始まりますからね。僕何気にね、近代中国史専攻なんですよ。湖北省32。これ出てこんね。まあ、最悪なんか適当になんか省入れるしかないよ。入れるしかない。32。まあ、運も大事ですからね。はい、次。日露戦争後、満州の炭鉱。炭鉱。ね、安山製鉄所。ね、安山製鉄所。炭鉱。安山製鉄所。安山製鉄所はあっこやね。第一次世界大戦や。73ページ。満州に安山製鉄所。はい、これ、武順炭鉱ですよ。丸け。これ言われた。ね、武順。65あるね。65と。はい、次。農商務省は来た。商工事情。終わり。商工事情。市、商工事情。はい、38。38、横山源之助、これがね、19世紀の最後なんですよ。横山源之助の早い、日本の仮想社会ね。当てまった、どっか。あった。こっちが19世紀の最後。で20世紀入って、この、ね、職工事情。で、これを受けて、工場法なる、まあ。労働者をね、ちょっと保護さないかんということで。いいですか。はい。次。留学生、これね、ちょっとうんち思うけど、洋学所で、洋書調べ所でね。うんね、でも万国候補ありますから、はい、そこで西山になる。
文明開化、西山根、ね、大体オランダ留学なんですよ、これ65ページオランダで、この津田真道も聞かれてますよ、慶応、あ、大政国王論、ね、あと榎本武明ね、五稜郭の、樺太対馬交換条約もそうやけど、ね、これもオランダですから、西山根やろ、西山根、西山根は2文字やけ見つけやすいんやけど、 2はあった、55、西山根はラッキーセットで2個ゲットね、オランダ留学、オランダ留学21、はい、で岩倉使節団ですか、はい、久米国武、久米国武の、あ、報告書、楽勝、米欧会談時期、あとまあこれもう一個、神道は祭典の子族で叩かれたと、米欧会談実機は外交のとこに書いとる、68ページここですね、はい、いいね、まああの赤抜きにしてないけど大事ですよ、はい、次行こう、内閣の小村寺太郎、あ、11やけね、これね、第二次桂辛亥革命やして、第二次西園寺可能性あるんですよ、辛亥革命やけ、でもね、大体主だったやつはもう桂ですから、うん、だけ韓国併合も、ね、でここで言ったらやっぱ、ね、小村との関税自主権回復も桂太郎、第二次桂、第二次桂43、だけあの第二次西園寺はもう短命です、辛亥革命からの、ね、ね、上原二子師団で上原優作のね、単独辞任で、ああポシャったと、ね、もうそんだけですよ、そんだけ、うん、やけ、この韓国併合も、ね、この関税自主権回復も、ね、第二次桂ということで、はい、次、日露戦争後、日本の台頭を警戒する、あ、これ聞かれたか、日露戦争のところね、はい、71ページ、これが効果論、サンフランシスコですからね、反日になっていくわけですよ、アメリカが。ね、日露戦争の時は仲良かったね、このルーズベルトが仲介してくれましたけど、まあ、日本は仇を返して、恩を仇で返したみたいな感じですね。はい、効果論、効果論、効果論あった、書けるように、書けるように、効果論28。日本を敵視するって考え方ね、効果論はね、日本敵視。何枚だっけ、28、28。カリフォルニアね、サンフランシスコ、カリフォルニア、パリオ講和会議、おお来たか、さすが慶応、聞いてきたね、これね、あ、 C 先や、あ、 C が米欧会談実験室で、だけこのベルサイユ条約ですよ、僕ちゃんと書いてますよ、74ページ書いたでしょ、人種差別、世界に先駆けてよ、人種差別撤廃法案出したんですよ、ああ、これアメリカイギリスは反対してね、これ廃案になっちゃったけど、世界に先駆けて人種差別出したんですよ、マルケ入れよ、マルケ、いやいいね、いいとこ出しますよ、人種差別撤廃法案、マルケ、マルケ74ページね、よっしゃ、はい、で埋まった、一応全部埋まった、埋まったか、さあじゃああと問いか、問いに鉄道関係いきましょう、日本鉄道会社が上野青森間ね、まあ91できた覚えて、まずやけ89、ね、東海道線89、72新橋横浜で89ね、63ページね、憲法発布と同じ年よ、東海道線神戸までですからね、で、この青森上のこの東北、日本鉄道会社ですから、ね、山陽鉄道が神戸下関が1901年、こんなん分からんですよ、これは置いとく、いいですか、はい、2番、鉄道馬車、いや水力発電はほらどこでした、水力発電は猪苗代、東京、あれは第一次世界大戦のとこですよ、ね、73、ここですよ、ここ、ここね、あ、路面電車、これ路面電車東京じゃないですよ、地下鉄は東京だけどね、路面電車、これは今度は大正デモクラシーやね、チンチン電車ってやつ、
もう北九州はなくなりましたけどね、とっくの昔に。路面電車は、ここ、はい、これ出た、京都です、京都。まあ、だけどどっちでもいいね、×には×には分かりやすいと思う。ね、水力は第一次世界大戦後、ね、まあ、第一次世界大戦ぐらいと。で、路面電車は京都。次、播磨ね、さっきあった播磨、鉄道播磨の共同経営を拒否したわけですよ。ね、で、日露協約、ね、日露か、ロシア革命の前年まで結びますからね、第4次まで。戦って、この後仲良くなると。で、次4番、原敬、画伝隠鉄、これ、画伝隠鉄よ。うまいよね、画伝隠水じゃなくて、自分の支持者のとこに鉄道を敷くと。ただし、やっぱここよ、ほら、原敬は、ね、声優界ですから、ここは違うね、違う。それが合ってますけど、三重も小選挙区も合っとるけどね。はい、次、5番、中曽根康弘。ああ、まあ、国鉄やね、JR ですよ。戦後政治の総決算。社会保障のこの交代値のちょっと引っかかってですね、だから24は消せるんですよ。あと1個よ、これ早稲田のフォントパターン、これあと1個が分からんと。いや、僕迷ってね、もう社会保障交代がちょっと引っかかるんですよ。でも最後もうこれ×にした。ちゅうことは13にした。あ、答えはね15やった。これも間違えた。まあ、これ赤本見ましたよ。そしたらこの第3次が第2次やって、こんなん分かるかと。これは分かりませんね、申し訳ないけど。申し訳ないけど分からん。これは落としました。まあ、しょうがない。あと取ってますから、しょうがないですよ。いやー、これが2か3か、日露協約と3次日露協約の違いまで僕は頭入ってない。しょうがない。もうこれは諦めるしかない。いいですか。はい、次。3は全部終わって、4ね。はい、行きましょう。日米修好通商、ああ、やけほら、4と6も出たよ、慶応で。ね、で、6がどっちやったっけ、関税自主権か、治外法権かと、ね。6が、コンシュルやけ、ね。6とコンシュルをつなげる。そしたら、コンシュルは、領事、裁判官のことやから、ね、あ、これが治外法権。ということは、残った4が関税自主権。別冊聞かれたら、これ、これ、貿易商店。話し合いで決める。ね、日本が、ね、主体的に決めることはできない。話し合いでしか決められないと。貿易、商店。で、このあとね、兵庫開港が遅れてですよ。ね、改税役所、関税 20% から 5% 下げられると、ね。ここも大事だね。さあ次2番。分店、ね。まあこれ西洋画と日本画の喧嘩が起こるわけですよ。まあ最終的に。まあ、やっぱ同じ芸術じゃないかということで、はい、80ページ、ね、共同の発表会、これ文典、後に帝国になって、ね、帝典に変わる。これ聞かれた、はい、牧野信明、丸系、ね、牧野信明はあと何出てきます、ね、あっこよ、ベルサイユ、ベルサイユ、ベルサイユ。ベルサイユの時の、まあ、全権、まあ、全権は西洋の気持ちやけど、まあ、全権の一人であると。こことなんと文典と、文典で聞かれた牧野信明、大久保の息子ですからね、牧野、秋、はい、さあラスト並び替え、まあ慶応並び替え法学部ね、しびれましたけど、これはね解けますよ、解ける。いい、まずどこから行く、例えば、だっけほら、六つ宗光でしょ、日英通商公開、これ、ね、治外法権撤廃やから、日清戦争94ですよ。例えば何、日銀、ね、銀行券発行開始、これが銀本位制ですよ。ね、打艦、銀打艦ですからね、銀打艦やから、いや85年よ、松方デフレやろ、あとどうします、ね、貨幣法ね。海保、ここからの金本位でしょ、第2次松方や。海保97なんですよ。僕はまあ知ってますけどね、97。どうかな。まあ、第2次松方、これは絶対分からないけどね。日清戦争後やね。あとどうします、進化条例、これ明治維新じゃないですか。ね、まあ、70ぐらいと分かったら解けますけどね。進化条例は63、沿線、リーの進化条例。
71、ね、で翌年これ国立銀行条例ですから、あ、まあ、ここで確認したいね。71、金禄公債証書、これ70中盤、ね、実力勝負のところでしょ、金禄公債証書。あ、でこれにぶち切れて、まあ、士族の不満で西南戦争になっていくわけだから、まあ、前年ですね、76、まあ、70中盤と分かれば何となく目星はつく、ね、で農商務省か、これか、内務省何年、内務省は73でしょ、ね、はい、63ページね、で農商務省が、内務省でしょ、ね、農商務省が、ちょっと待って、まあ、書いてないけどね、これ81なんですよ、81181やけど何気に覚えやすい、81ちょっとなったら76やったろ、はい、やけまず起きて、次が金禄公債証書、起きて、ね、で次が起きて80年代入った、ね、はい、次農商務省 A 来た、80、そこから85の、はい、銀本位来た、う、ね、で次が、地下保険撤廃、日英通商公開94のか、で最後貨幣法の意図、おあえうかい、ね、ちゅうことこれはね解いてほしいですね、うん、意外と見かけたほしい、これは、ね、法学部の意はいかちかったけどね、うん、まあちゅうことで、はい、これにて解説は終了します。